シリーン地図グーグルマップ黄色黄色は、熊野三山への三景道、熊野古道の一つ。淀川河口の渡辺津から、一路南下、泉国を経て、オスの山峠を越えて、木の国に入り、木た鍋からは、王東山地周辺部を等身して、熊野本宮大社に至り、熊野早玉大社、熊野那智大社を結ぶ。近世までに、 ヒートナベイトの部分が中ヘチのなでく分されるようになったが、本項目にて扱う。熊野古道の地図。水色線、黄線が黄色黄色は、紀内と熊野三山,山を結ぶ三景道である。熊野古道の中では、伊勢路と並んで両人飛翔に歌われたように最も古くから知られた道であるが、摂津国、泉国では、泉山脈、桂木の山脈に、木の国では、 キー山地とキー山地に源流を持つ河川に制約され、決して容易ではない困難な道であった。そのような困難な道であるにもかかわらず、黄色は7世紀以降、熊野散山,山への山形道として、正式なルートとして認識され、慶の陰や貴族による山形の流星を見た。のみならず、こうした陰や貴族による山形を中心とする、 平安末期から鎌倉初期にかけての中世熊の参りは、徒歩が原則とされ、九十九王子への巡配が行われた。中世熊の参りの選抜を務め、三景ルートの整備や三景儀例の指導に当たったのは、主元者であったため、困難な修行の道を踏み越えていくことそれ、実態に信仰上の意義が見出されていたのである。中世熊の参りは、上級の乱において、 シュタル担い手であったインが没落し、インの後ろ盾を得つつ、熊野三山を統括してきた熊野別当家が勢力を衰えさせたことで終焉を迎えた。以降、熊野三家のシュタル担い手が、東国武士や有力農民にシフトするにつれ、メインルートとしての地位を失った、黄色の性格も変容し、西国三十三所の巡礼堂に組み込まれるに至った。 熊野三景は依然として失われたわけではないが、中世熊野参りのような三景儀礼は失われ、また困難な箇所を回避するための派生ルートが設けられた。摂津や泉では熊野街道とも呼ばれたように、黄色は幹線道路として沿道住人の生活道路であり、政治、経済上の役割をも担っており、近代以降の国道整備においても、黄色のルートがしばしば踏襲された。 淀川河口の渡辺津を経った黄色は泉山脈から派生した泉丘陵線端部の湧水帯戦沿いに奇襲街道とほぼ並行して進み今日の氾濫市付近で丘陵を越えに方向を転じる同じく丘陵を越えに転じた奇襲街道と合流して雄の山峠を越えて木の国に入る木の川で中央構造線を南に越えるとそこからは キ伊山地から派生した地形が続き、キ伊山地に源流を持つ木の川、有田川、日高川といった河川を渡りながら、キ伊田辺に着く。田辺からは東進し、岩田川加国を経て、滝尻からは、大東山系北園部を東進して、熊野本宮大社に至り、熊野早玉大社、熊野那智大社を巡回する道へ進む。前日の通り、は信仰の道であるだけでなく、 生活の道でもあり、近代以降においても利用され続けた。しかし、より良いかつ自動車の通行が可能なルートが、改作されるとともに、幹線から外れ、集落の中を通っていた道も球場を失ったり、道ではなくなった箇所も少なくはない。しかし、1978年に、文化庁により、大阪府、和歌山県の熊野山景道、すなわち、黄色が、 歴史の道百選に選定されたことを機に、改めて、黄色のルートと歴史に関する調査結果が修正された。またこの調査から派生して、球場をまとまってよく留められている、田辺市中辺町伊藤の黄色は、ルートの復元と整備が行われたことにより、不完全であるにせよかつての三景道をたどることが可能になっている。黄色のルートとその周囲の名所、旧跡。 遺跡等について記述する。中世熊の参りにおいて、景の意味や貴族たちがたどった、ルートに従うならば、京都から船で、旧淀川河口まで下って、渡辺津付近で上陸するところから三景道が、始まる。摂津から南下して、紀伊の山口に至る道は、平安時代以降は、南海道であった。南海道は、千都などの事情により数度にわたって、 ルートが変更されており、奈良時代までは、木の川各国を精神して、木の国府に至り、淡路、淡と進むが、中世熊野参りの時代には感動である南海道を利用していた。旧淀川河口付近の上陸地から、上町大地を南下し、河内、泉の国境を三国峠で越え、泉国に入る。泉国において、黄色のルートを制約するのは、かつての泉、伊の国境、 今日の大阪、和歌山県境をなす泉山脈と泉山脈から派生した泉丘陵である。泉山脈から北に向かって、串の市場に伸びる丘陵は泉平野を広く覆い、その間を解析する河川はいずれも流域面積の小さな河川ばかりであるが、断球に深い V 時刻を形成している。丘陵末端は海岸線との間に解体、または流域により、 海岸断球を形成し、この海岸断球形成の作用と、東から西への地形の圧力により河川は屈折を繰り返しつつ、大阪湾に流入するまでの間に、中赤平の扇状地を形成する。そうした丘陵の下部や断球の末端部には、湧水帯が見られ、この湧水帯をつなぐ線は、丘陵下湧水帯線と呼ばれる。この線に沿って、原象的な交通路が成立し、 後に、紀州街道、熊野街道となって、各時代を通じて、文化を受け入れる幹線となった。しかし、この交通路は南西に進むにつれて、泉丘陵が海岸に迫ってくるために狭められて行き、氾海視界り付近ではついに丘陵先端が海に落ち込むことになる。それゆえ、交通路は海岸線を通るか、丘陵上に上がるかを選択せざるを得なくなるが、 古代後期以降の主要交通路となるのは後者であり、古代以降の熊の街道、近世以降の奇襲街道とも丘陵に上がり、現在の泉佐野市か河原屋町付近で合流し、雄の山峠を越えてゆくことになる。大阪府内の黄色は、大阪市内や堺市内では、否定が困難であり、特に堺では、中世の看護都市の開発の影響が見られる。 球場を残す箇所と失った部分で差が見られるだけで、なく、道でなくなった部分もある。残された道筋も全て車道となっており、かつて難所として知られたオスの山峠も、急行バイク間はルートを少し変えつつ、名残をとどめる一方、峠付近はフェンスこそあるものの半和自動車道の峠越えと一体化した巨大な切り通しと化しており、当時の面影のない舗装道路であり、 歴史の道にも選定されず、史跡指定も受けていない。雄の山峠より先も、海南インターチェンジ付近の藤城神社に至るまでは、県道、主要地方道に指定されて、自動車の多い区間が多く、県道と重複しない区間も、軽自動車の通れる道幅が大半を占める。史跡指定の鹿ヶ瀬峠,峠日本遺産の藤城坂、黄色の中でも田辺伊藤の中へちは、 文化財保護法に基づく史跡、熊野山経堂として指定されており、その後、2002年12月19日に熊野川及び湯の峰温泉のつ湯が追加指定を受けた。中辺地は文化庁による歴史の道の指定対象であり、1996年には歴史の道百選にも選定されているが、これは文化財保護を特に目的としたものではなく、 公的な文化財保護の枠組みの下に置かれていなかった。中ヘチを含む熊野三景道、世界遺産への推薦に先行して、日本の国内法に準拠する保護及び保存管理の計画を示す必要から登録されたものである。史跡指定により、中ヘチの現状を変更する、または保存に影響を及ぼす行為には、文化庁長官の許可が必要となった。 世界遺産への推薦、登録に際して設けられた干渉地帯は文化財保護法の対象ではないが、その他の法令や県及び市町村の条例による保護のもとに置かれている。また和歌山、奈良、三重の三県の教育委員会が市町村、教育委員会及び文化庁と調整の上で定めた包括的な保存管理計画に基づき、個別遺産の管理にあたる、 県内市市町村教育委員会が個別の保存管理の策定、実施にあたる体制が取られており、保存管理にあたって必要な資金や技術についても、政府や県による支援が行われている。2015年に、熊野古道の史跡指定追加が行われ、黄色からは藤、藤城王子屋と、藤城坂、藤城峠王子屋と、市坪王子屋と、伊藤和賀峠、川瀬王子屋と、四死ヶ瀬峠が、 選定、2017年には、五房氏の塩屋王子跡と愛徳山王子跡、北東山経道や田辺氏の葉王子跡も、追加指定され、和歌山県教育委員会は、将来的に、黄色の世界遺産登録の可能性に言及した。また2017年4月、文化庁が始めた日本遺産に、絶景の方向赤の裏の構成資産として、海南市の藤城坂、藤城峠王子跡、 富士城神社が認定された。熊の行動の植生を再現した、田辺締め両公園、熊楠の森2007年ヤシの木の根元に、植樹に2018年植樹から10年を経て生い茂った状況。潮風に強い種を選び、落ち葉で自己追肥する落葉樹は半ば放置しても育成され、山間部の黄色に似た植生景観となった。黄色から中へじ、大へじの分岐点となり、 口熊野と呼ばれた木板鍋は、総合保養地域整備法によって、ヤシの木を植えるなど南国リゾート風な街づくりを展開してきたが、一方で1974年に、継承地と知られた天神先に、別荘地造成が計画された際に、天神先の自然を大切にする会が、市民有志によって結成され、日本におけるナショナルトラスト運動の行使となった。この活動が契機となり、 宮崎明が提唱した潜在自然植生の考えに基づいて2007年に、明リ公園において在来種への植え替えが行われたのを皮切りに、熊野の森を作る会や、熊野の森ネットワーク、一位菓子の会などの市民団体が、熊野古道で最も王子の景観が失われた黄色の古環境復元を目指している。一方、明リ公園に近接する早野松原は、 中世から知られた名称であったが、江戸時代に、暴風林として増加され、近代になり、大半が枯れたものを再生した。ありがとうございます。